ブワニスワフ・バルトシェフスキは、ポーランドの政治家、社会運動家、ジャーナリスト、作家、歴史家。アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所の元囚人で、ワルシャワ法規に参加したポーランド国内軍の元兵士。外務大臣を二度務め、ポーランドで最も名誉ある、白ワシ勲章を授けられた。政治家として、また歴史学や国際政治学や、社会学の理論家として、 数多くの業績を挙げている。ポーランド民主化運動の主導者の一人で、1989年からの体制転換期においては、外務大臣としてドイツなどといった周辺国との領土問題を自ら先頭に立って、すべて解決した。第二次世界大戦中に国内のユダヤ人を助けるための組織、ユダヤ人救済委員会を立ち上げ、命をかけて奔走したことで、 ユダヤ人に感謝され、イスラエルからは、正義の違法人に認定され、イスラエル名誉市民となっている。ユダヤ社会医学の専門家でもあり、晩年まで研究、講義、執筆活動を続けていた。共産主義時代は、ポーランド分割時代の19世紀から、続く、ポーランド伝統の自由主義者の地下教育組織である、空飛ぶ大学で1978年より、歴史学と、 国際政治学を中心に教弁を取り、数多くの志ある若者の先生となった。この時代は二度にわたりロンドンのポーランド、亡命政府より大統領就任の要請を受けているが、二度とも誇示した。1986年から英国オックスフォード大学のポーランドユダヤ研究所の副所長を務めた。1 9八十年代より、ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンや、 アウクスブルク大学などドイツの複数の大学で、それぞれ数年ずつ教鞭を取った。学歴は、高卒で正式な学位を持っていないが、歴史学、国際政治学、社会学の第一級の専門家として、国内外で広く認知され、その卓越した歴史理論と政治理論、ユダヤ社会に関する深い理解、それらの理論を現実に反映する、優れた実務能力を持って、 現代ヨーロッパ最高の地の巨人の一人として、祖国、ポーランドだけでなく、アメリカの正統派ユダヤ教社会、及びドイツ、イスラエル、ロシアなど各国から広く尊敬される人物。バルトシェフスキーの発言は、欧州連合において強い影響力を持っており、常に彼の助言が求められた。ヨーロッパの政治で異変が起きると、ドイツのメディアに意見を求められることが多かった。 ローマカトリックの熱心な信者でもある。1986年ドイツ出版協会平和賞受賞。2015年4月24日死去。93歳坊津。ありがとうございます。